花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。金尾芳郎の音楽魂、今日もですね、武蔵小杉タワープレイスからお届けします。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日のゲストはね、はい、山本教授さんです。イエーイって言いたいところですよね。まだちょっと今日はね、渋滞に巻き込まれてです ね教授さんまだ到着しておりません。ファンの方も外にね、今日はもうスタンバっていらっしゃるので、ありがとうございます。いつもなんか人数制限がなかったらね、できればこの中でね、外はちょっと寒い中申し訳ありません。よろしくお願いいたします。もう少々お待ちください。はい。ということでね、はいはい、山本教授さんですけども、今どこら辺にいるかっていうところね、ちょっと電話してみましょう。大丈夫かな、運転してて。うん、ハンドフリーでできるんで、ちょっと山本教授さんに電話してみますか。つながるでしょうか。つながりますでしょうか。大変な。もしもし。あ、出ました。もしもし、金尾でございます。聞いてました。今どんな感じ、うん、今エバラ出口ですね。エバラ出口、そうですか、はい。あとね、カーナビによるとあと 8.4 キロ。あ、なるほど。こういう状況なんです。もう本当ちゃんと11時に出て、はいはい、これは余裕でつけるななんて思ってたら、もう至る所渋滞で、はいはいはい、すみませんね。いえいえ、とんでもないです。お気をつけてね、お越しください。お待ちしております。後ほど、はい、またなかったら電話ください。はい、わかりました。はい、どうも。はい、どうも。8キロっていうとどれくらい？ということですよね。もう2、30分か。ね、2、30分かかりますね。そう、この番組のね、ゲストでね、はい、ちょっとやっぱり生放送ですから、はいはい、たまたまそのほら、間に合わないっていう方はね、うん、いらっしゃるのよ、過去に。あ、そうですか。キャロンの内海さん。ああ、まあ皆さん大御所の方、うん、途中で乱入という形でしたけど、けどその時はね、割ともう10分も なかったかな。ね、じゃあね、まあ、渋滞で、うん、ちょっとね、これ お便りからいきますか。これ先週送っていただいたんだけど、先週ちょっと見つからなくて、はいはい、今見つけましたけど、うん、ペンネームマリとももこさん、はい、いただいてました。いま先週ね、はいはい、いただいてましたが、今発見しました。で、内容はもうこれ、リクエストがあったんですよ。金玉だったから、オンユアサイドが聞きたいですって書いてます。あ、そうなの。これはもう次回ね、歌っていただきますので、ね、じゃあ今から歌うか、ちょっと前座させてもらおうか。あ、そうですね。じゃあ前座で一つ。な、山本教授さんって言って ね俺が歌ってたらもうすぐそんなことはないけども、うん、まあとりあえず、うん、このリクエストをいただいてました。あ、ありがとうございます。ももこちゃん、ありがとうございます。ももこちゃん、いつもありがとうございます。で、ちょっとこれは、うん、教授さんの前でおそらく読んでいただきたいと思って長々来たと思うんですが、うん、多分聞いていただいてると思うので、はいはい、ちょっとね、これアトランタからね。アトランタから来ましたか。来てます。これはね、はいはい、長々いただいてます。アトランタも夜ですよね。そうですね、うん、皆様、金尾さん、はい、こんにちは。そして本日のゲスト、はい、山本教授さん、ウェルバック、ウェルカムバック、ウェルカムバック、ごめんなさい、はいはい、見えない、はい、無事武蔵小杉に到着したのでしょうか。あ、みんな知ってるんだね。知ってますね、うん、まあ、僕らしかったからね。あ、そうかそうか。私の山本教授さんの記憶をたどると、現在では当たり前に使われているライトハンド奏法を、うん、日本で最初に披露したのは山本教授さんだったと思います、うん、なるほどね。詳しいよ。あ、そうかもしれないね。本当にロック、うん、面白ロックという番組の中で、ほう、視聴者の質問に答え、うん、写真からでも勉強できると言っていた記憶があります、うん、そして最近では津軽三味線の広黒沢さんと元オフコースの大間二郎さんのユニット、なるほど、天地人の映像で広さんの足元には無数のエフェクターがあり、うん、音も教授さんを彷彿させるものですごいなと調べたところ、うん、教授さん、広さんともコラボしていたと改めて知り、引き出しの多さに驚きました、うん、なるほどね。
今日もまたどんな山本教授ワールドを聞かせていただけるか楽しみです。オスね、はい、オスって締めてる。もうこれ本当にね、詳しい、好きなんですよ。好きだね、詳しいよね、大好きなの。そう、ギター小師範、大山空手の師範なんだよね。師範がアトランタから ね、うん、道場をやってました。道場へ行くのにギター持ってきたのはつとむさんだけだったらしいですよ。あ、本当なるほど ね、 ね、うん、ありがとうございます。ね、多分ね、うん、聞いていただいていることでしょう。はい、でそしてですね、うん、あとね、これはちょうどね5年前、教授さん5年前にゲストでいらした時、いらした時はね、確かねこの時期でしたね。そうです、1日ぐらいしか変わらないと思うんだよね。そう、12月だったんですけど、うん、これはね、清水佳代子さんからね、はい、カナオさん、としみさん、鈴木さん、そして本日の偉大なるゲスト、うん、山本教授さん、こんにちは。はい、こんにちは、清水です。清水さんね、佳代子さん、山本教授さんとはお会いしたことがありませんが、うん、5年前の転落事故後に、うん、久しぶりにカナオさんのライブに足を運び、皆さんに回復祝いのお言葉をいただき、うん、その時山本教授さんのカレンダーをカナオさんからいただきました。あ、そうだったね、思い出した。プレゼントをいくつか袋とかあったり、ちょうどね、その時その清水佳代子さんがもう大事故に遭われて、ね、うん、駐車場から車ごとね転落しちゃったのね。そうなんですよね。と大変なことになったんだけども、その近く当時かね、そう、回復して直後、そうそう、直後ね、直後ね、山本教授さんゲストでいらして、そう、月日が経つのは早いので、ちょうどトートバッグとか、そう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 、あれがカレンダーね、カレンダーがあったのね、うん、それ佳代子さんね、そう、それあれから5年経ちましたが、うん、自ら写真を撮られて制作されたカレンダーとのことでしたので、今でも大切に飾っています。もう写真がね上手なんです。上手っていう言い方変ですけど、すごい上手いよね、うん、かっこいいんですよね、うん、やっぱりこうああいうギターのセンスだけじゃなくて、そういうのが出てくるのかね。アーティストですからね、はい、うん、本当に素敵なカレンダーです。現在もお写真撮られているのでしょうか。うん、今日はどんな曲お話が聞けるのか楽しみにしています。リクエストは何でも OK です。よろしくお願いいたします。一日も早くライブに行きたい、皆さんに早く会いたいです。体調に気をつけて頑張ってください。いつも応援しています、うん、だいぶ元気になりました、清水佳代子さん。そうなんですよ、あれから5年、ね、今またね違う病気で、がんになられて、もう手術してね成功され、うん、したんだけども、静養中で、ね、うん、今ちょっとね、そう、静養、うん、そうなんです、リハビリ中なのかな。そうですね、それで、うん、5年前のプレゼントで、さっきほらおっしゃってたでしょ、はい、うん、トートバッグ、はいはい、それは須賀川の陽性祖祖さんに送ったんですよね。そうなんですよね。で彼女も 病気だったの、その時手術した。そう、そういうことだ、ね、そしたら今また病院にいるの、同じ、それで2人とも手術もよか、手術成功したんだけど、ね、リウマチの手術がね、うん、成功したのよね、その、そうそうそう、須賀川の祖祖さんもね、このお二人今またね5年後にこうやってさ病気になっちゃったりして、うん、すごいね、奇遇な、なんか、それでまたね2人とも助かってね、いい感じに、そうそう、守護神かもしれない、山本教授さんね、うん、すごいパワーがあるんですよ、ね、きっとね、うん、きっとそうだね、うん、やっぱ続々となんかこのラジオ局の前にも集まって、皆さん、いらっしゃるのがね、すごくちょっと申し訳なくて、盛大にお迎えしていただきたい、ちょっと教授さん今遅れてますんでですね、はい、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。じゃあもう全部読んじゃいますかしらね。いいですよ、ね、読みましょうか。歌えますか、なんか前座前座、じゃあ音岩サイド、リクエスト、じゃあせっかくですから、うん、行きますか。ちょっと待ってね、誰のリクエストだっけ。これはね、ももこちゃんのリクエストで、ももこちゃんのリクエスト、オンユアサイド、先週のね金玉の時にリクエストいただいたんですね。ですか、でキヨさんが来る前にちょっと、ちょっとつないで歌で、つないで歌、カナオ兄貴の歌で俺つなげるかどうかわかんないんだけど、つないでくださいよ、どうしようもないんですから。そうだよねじゃあオンユアサイド行きますか。行きましょう、ということで、これ娘のために作った歌ですね。はい、on your side,
眠れない夜があったらいつでもいつでも夜空の星を集めてあなたに送ろう。ということで、メッセージが来ましたよ。メッセージ来ましたか。よろしく。あと 2.9 キロ。あと 2.9 キロ。山本教授さん登場ですけど。なんか駅伝のこのみたいですね。駅伝状態みたいになってきたね。骨のね、うん、まあ、頑張れ頑張れって感じですね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてきてくださいね。でも慌てないで。リクエスト、かよこさん。ね、リクエストはももこさんのね。ももこさんのリクエストで、オニアサイダーをお届けしました。はい、ということで、はい、じゃあ、うん、お便りもう一ついきましょうかね。皆さんこんにちは、はい、大寒波で午後から雪が降るかもしれないと言われている博多です。あ、博多もすごいんだね。雪降るの、うんうんうん、先週の金玉も楽しめました、うん、リクエストにもお答えいただき感謝です。そしてあ、ミキさんもいつもねリクエストいただいてね。そして今週は久しぶりの山本教授さんの、うん、はい、登場ですね、はいはい、お帰りなさい。この日を首を長くして待っていました、うん、実は今年は楽しみにしていたライブ、友達が企画したんで熊本に行くつもりだったけど、はいはい、職場で陽性反応者が出たため亡くなり自粛しました。職場でね、うん、はあはあ、おいらにとってこれが一つのライブになるんで楽しみなんです、うんうん、これがですね今日の番組がってことでしょう。今日のね、あの音楽魂がってそうですね、興奮して長くなりそうなんでこの辺で、うん、とにかく今日もあっという間の1時間を楽しんで楽しませてくださいね、はい、佐野さんの復活を信じながらしっかり楽しみます、はい、佐野志郎さんね、はい、大分の能楽堂で行われた朗読のあの表現力に圧倒されましたもん、うんうん、さて加納さん明日のライブもかましてくださいね。明日ライブなんだね。竹下さんにも会いたいです。今年最後のライブですね。横須賀楽屋っていうところでね、そうですね、
もし時間がありましたらね、遊びに来てください。横須賀中央のすぐ近くですね。楽屋、うん、あの楽屋ですね、はい、音楽の楽に。そうなんですよ、来週の、ラジオの24日が今年の最後でしょ、うん、でライブは明日が最後ですね。明日は最後になりますけども ね、今年最後、ぜひ来てください、うん、はい。たけしさんにも会いたいですね。この間ジェームスさんが来年あたりまたウォッカでも戻ってきたいと言われたんで、うん、その言葉を信じます。九州博多にね、あの博多のミキさん、いろいろね、いろんな方の、ね、いろんな方の面倒っていうかね、アテンドしてくださってね、うん、本当に、まあ、大変だと思うんだけどね、やっぱ音楽好きだからね。そろそろ私たちのアテンドもしてくれませんか。そういうことですよね。何の仕事やみたいな。いつでも帰る件でしょ。早く帰って禁止会って言われるよ ね、うん、ね。でも山本教授さんもね、僕の後輩とかがなんかいろいろね、九州の後輩とかっていうのが、はいはい、たまたま大学の後輩がね、すごいファンで、そこのライブハウスでもやってったりとかね、いろいろライブハウスを経営している方ですか、うん、そうで自分でもバンドやってんのよ。え、学生時代からなんかハードロックやってたんだよね。ああ、もうハードロックやってる人はもうね、山本教授さんの大ファンでね、いますけどもね。そうですよ、私も大学生の頃一番ピークだったのかな、そのロックっていうのをこう、そうロンドンブーツ履いて先輩たちがこう、そうそう、大体蛇側とかね、そう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 、それでありましたよね。やっぱりあれですよ、スタイルがもう教授さんの格好の真似をした人たちがいっぱいいました、うん、キャンパスに。割 と年齢は近いんだけど、うん、その今日ねお会いした時にね、いろんなそのそういう、まあ、音楽の話もそうなんだけど、その体型とかね、そうですよ、やっぱそういうのをこう保つね、なんか方法あるのかね、うん、っていうね、いろいろ聞いてみたい、ね、でもお二人とも割とこのスタイルを維持してるでしょ。僕はほら貧しいだけで貧しいのに維持するのも大変だってあ、いやそれは失礼だね、うん、そっか、そうですよね、うん、あんまりね欲を出しすぎると太っちゃうんだよね、きっと。美味しいもんばっかり食べてたら、うん、そう なると思うけどね。そうなんですね、まあ、適度に。いや、きっとストイックになんかねやってらっしゃるんでしょうね。そうそう、僕はねもう何もしてないからね。あと2.9キロ、あと1キロ、あと1キロ聞いてますからね。あと1キロですね皆さん。実はね、何の話かっていうね、ワクワク、今聞かれた方はね、お思いになると思いますけども、まあ今日はね、その渋滞に教授さんがこう巻き込まれてしまってですね、まだ到着していないということでですね、あと1キロですよ。でも打ち合わせもなく、おそらくアンプをね、またいつものように持ってこられて、そうですよ、持ってきていただく、それもなんか スリルがありますよね、うんうん、なんかスイスのリクエストがあったんじゃないですか、スイスのハニーマーティンさん。あ、もう山本教授さんといえばです ね、ワールドワイドですから、そうです、まあ、そのブラジルとかスイスとか、うん、まあ、いろんな方からね、熱狂的なファン、熱狂的なファンがいらっしゃいますよ ね。前回っていうか前々回かな、最初にいらした時にクリスマスの ね、プレゼントをスイスからね、そうそうそう、うん、もう山ほど届きましてですね、すごいいい香りがして、この細木君 ね、びっくりしましたけども、でもその方もね、聞いてらっしゃると思う、ね、電話がかかってきたんですよ。電話かかってくるんだよ、本番中にね、本番中に今日はかかってこないかな、うんうん、まあ今時間帯はどれぐらいかわからないんだけどね、スイスだと何時でしょうかね、わからないけど、うん、でもまあYouTube とかも上がりますしね。そうですよね、うん、もうくまなくチェックしてますからね、方は。そうだから、もう熱狂的なファンはやっぱりね、なんか聞こえないなと思ったらこう抜けてたよね今日慌ててますね、慌ててますよ、なんか自分の声が本当聞こえにくいなと思ったらイヤホンが抜けてたりなんかするんで、うん、それちょっとありますよ、うん、もうその眼鏡をかけて眼鏡を探してるっていう状態に近いですね。そうです、そうです、ね、それはありますね、老眼鏡かけてるのに探してたりするよね、うん、ねえ、うん、だんだんそういう年になりましたけどもですね、ということでもうしばらくなんですが、あとお便りは今日はないですか。お便りはね、今バババって読んでしまいましたね、うん、はいはい、あ、本当、うん、読みましたよ。で、あと告知を、じゃあ来週のゲストを先に言っちゃったらどうですかね、24日を。あ、24日、誰、僕ちょっと手帳忘れたな、うん、矢口さなえさん、あ、矢口さなえさん、うん、
ですね、はい、あの久しぶりですよね。またそれはねフェイスブックでお伝えしましょう。そう、うん、そうですね、はい、それでね出ます、それで。あ、出ないです。いや今出たじゃない。いや今ねこれね、うん、京次さん確かライブの告知をさ先にしてあげようかなと思ってた。あ、そうそう、もし分かれば、ね、ライブ告知しましょうよ。こうね、もう出てるのはね、全国ね、ずっと行ってるんでね、もう、ま、真新しい、うん、昨日出たのはね、うん、チェックしてるのは、うん、2022年、来年の2月20日。2月20日。ここはね、これは、クラブジェーマース、高崎。高崎、うん、ほうほうほう。これはギター、弾き語り、弾きまくり、うん、ギター三昧 in 高崎って出てます。なるほどね。2月20日。2月20日。うん。高校生以下の方は学割もあります。ああそうなんだ、すごいね、はい、今ね予約開始してますから、ね、ひょっとして明日とかがあるんじゃない。ブルームード明日です。明日ですか、ブルームード、ね、そう明日ね、ファンの方とここの中でちょっと話しますかみたいな代表してなんか宣伝ブルームードなんですよ明日ね、うん、で私たちはほらちょうど横須賀だから明日も行けないんです。そうか、明日横須賀なんだね。そう、だって横須賀行かないといけないでしょ、金沢さん。そうなんだ、ね、そう自分のライブですもんね、うん、そうかそうか、そうなんですよ、いつも勝ち合っちゃう。ブルームードはもう定期的にやられてるみたい、お誕生バースデーライブみたいな感じになるんですかね。いつももうソールドアウトね、うん、いつもね、うん、もう大人気ですから。大人気ですよ、ね、大人気ですよ。あとはね、あ、もうあ、お見えになりました。あー、ウェルカム、お見えになりまーすちょっとさ、今ね山本教授さんお見えになりましたが、駐車場大丈夫だったかな。あー、どうもどうも、失礼しております。ごめんなさい、すいません、ね、うん、そこへ、はい、アンプこっちに置きますか、ね、アンプ、あ、ちょっとじゃあ喋りながらセッティングしましょう。はいはいはい、ありがとうございます。いや大変でしたね、皆さんご安心ください、無事到着です。まあ、謝るの後にして、はい、そうです、話しましょうかね。ね、あ、いっぱいのメッセージもありがとうございます。ね、聞いていただいたそうです。ね、ありがとうございます。ね。さあということでね、山本教授さん登場ですけどもね、到着ですね。皆さんお待ちかねでしたけどもですね。外にもお客様がね、寒い中待ってもらってた、ね、ありがとうございます。ね、ありがたいですね。ね。もしあれだったらお水ありますよ。よかったらどうぞ。改めて今日のゲストは、ね、素敵な歌も。いやいや全然何だか分からないけどね。ね、これはどこにセッティングすればいいですか。ね、こっち、そこ僕がしようか。で、ちょっと、わ、いい。来た。大丈夫。足で受け止める。すごい。反射神経がすごい。私がやりますよ、うん、そこ、うん、コンセント入れてあげて、ここに、あ、電源いらないです。あ、これじゃあここにあげても大丈夫、進化して充電、充電してもいいですか。そうそう、ちょっと話した方がいいかもしれない。そうですね、あ、じゃあこれを話して、はい、こんな感じで、はい、大丈夫ということでね、今セッティング中ですね、山本教授さん、もう忙しい、ね、なんかね、いろいろ ね、 いろいろ、あの生放送はね、うん、こうやってあのいろいろありますよね。あります、あります、ね、そうそう、さすがの生です、うん、それはね、まあ、あの皆様ね、あの本当にねお待ちかねだと思いますけどですね本当にお忙しいところすいません。いや全然大丈夫ですよ。なんか ね年に1回はねここ来ないと、ね、そうそうそう、そんな感じですよね。嬉しいです。さっきの曲もねギターちょっと入れたかったですよ、うん、いつもね必ずセッションあるでしょ。そうですね、ね、いや良かったです。まあでもね、はい、そうなんですよ。まずはお話がたくさんありました、うん、ね、これまた素敵な、あの相変わらずね、この色といいね、レトロな感じでいいですよね。あ、コナンとね、いいですよね、素敵な、うん、ですけども、ね、しかしまあライブもいつも僕もいろいろありますけどね、それこそなんか突然ギターの中で断線したりとか、はい、ありますね、いろいろありますけど、まあ人生ライブですから今日のも含めて ね、 なるほどね。でもそこでそれをね、まあピンチは
ピンチでもそれをどうまたポジティブにね捉えて変えるか。じゃあ例えば今日ね外で寒い中待ってくださった人に後で番組終わってからストリートライブやってあげようかなとか、すごいな、なんかそんな感じでね。なるほどね、まあ、そういうほら優しさがね、あのね、やっぱ見習わなきゃダメだね。何ですよ教授兄さんを見習って兄さんなんですよ吉郎兄さんじゃなかったですか。そういえば1学年上ですよ ね、 ですよね、だから呼び方どうしようなんてこの間もね、そうそうそう言ってね、毎回ね、ほぼ一緒だから、よっちゃんきょうちゃんで、いやあったらね聞きたいと思ってたけど、なんかやあの、健康維持みたいなのやってます？あの維持するためのもんって、いやもうライブそのものがという感じかな。だからね特別そんなね何かジムが用意したりとかそんなことやってないです。まあちょっと気がついた時お風呂のシャワーが温まるまで腕立てとスクワットやるとか。なるほどね。いや僕もなんか割とそんな感じですね。そんな感じですよ、なんか昔昭和とかに出てた友達をなんかすごい筋肉マンになってますけど、あの、ね、某長渕、ああ、すごいですね。すごいですね。そういう人でも増えてますよね。ね T.M. レボリューション。割とそうね。でもね、僕なんかあのプロテイン飲んでこう体作るの嫌なんだよね。ああ、それずっと鍛えなくちゃいけないんでしょ。だから途中でやめないで。っていうかね、こう割と見てすぐ分かっちゃうから、感じがいいです、ね。そうね、わざとらしいのはちょっとね、やっぱね僕も思いますね。よし、よし。これで一応ちょっと音がちょっと試してみますか。出るかな。出ましたね。なんか駆けつけ一曲やっちゃいましょうか。ファンの方大喜びですよ、ね、一応ね僕ね、今年の8月にアルバムを出しましてね、ホープイズマッチングオンといって、はいはい、割とちょっと癒し系というかね、僕はいつもハードな曲も必ず入れたりするアルバムなんですけども、はいはいはい、今回は本当もその癒し優しさ、うん、その希望みたいなのに、うんうん、もう本当、うん、特化したアルバムというか、うん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 、それでね、実はその中で6曲ぐらい去年1月にオーケストラと演奏させてもらったのがあって、うん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 、そのライブテイクも入ってるんですけどもね、はいはいはい、で今実は今からやるのはそのライブテイクではないんですけど、その時やった、もう僕も大好きで、そして僕の、音楽活動のね、うん、なんかテーマとしている普遍的なものだから、時代も世代も超えて伝わる音楽をこれからもずっと作っていこうという、うんうん、気持ちがありまして、それ普遍的っていうのがまたタイムレスという言葉なんですね、はいはいはい、ということでそのタイムレスという曲を、はい、演奏させてもらいます。もういきなりですけどやってみますね、はい、じゃあ聴いてください。あ、ちょっと待ってください。あ、ちょっとこれで、あ、しまった、これですね。じゃあ、
り感動的ですね、これは。本当ね。手かじかんでるの忘れてました。そうですよね。いやいやいや、ねえ。感動しますよね。ありがとうございます。そんなね、新しいアルバムではね、これをオーケストラと一緒にやってるバージョンが入ってるんです、ね、なるほど、はい、今日はそれをご紹介したいなとは思ってたんですけども、はい、打ち合わせも全然できなかったんで、はい、あの生でいろいろいきますか。全部生でやっちゃいましょう。全部生で。あ、CD ありますね。かけてもらってももちろんいいですけど、ね、あ、僕も持ってきてること思ってきてますけどね。ね、山本恭嗣さんですけどもね、いかがでしたでしょうか。素敵な曲です ね。うん、なんかね、タイムレスでしたね。はい、タイムレス、ね、普遍的な、うん、ね、なんか本当に今の世の中ね、もう本当、うん、例えば一つのことでも、うん、なんかある意見があると全く正反対のことも本当まことしやかにね、うんうんうん、あの言われること多いでしょ、うんうん、まあ、ネットを通じてとかにしてもね、うんうん、だからでもそこの中で普遍的なものをちゃんと見つけて、うんうん、ね、何が、ね、本当で何が嘘なのかちゃんと見極めたりとかする、うんうん、そのね、なんか力、自分の中のね力すごく大事だなと思って、うんうん、やっぱりついテレビとかね新聞に流されがちなところもあるので、 でもそこの中でもね、やっぱりちゃんと自分で何が本当かっていうのはね、うん、まあだからそれはね、もう今まで自分の生き方、生きてきたね、うん、まあやり方とか、はい、いろんなことが作用、はい、親の意見とかも作用するでしょうけども、うん、本当にまた見つけるのがますます巧妙に難しくなってきてることはあるんですけどもね、うん、やっぱりでもその、まあ今普遍的なってところは今ちょっとその話をしちゃったんですけど、うん、でもやっぱり変わらないものっていうのはね、何かあるはずで、だからそこに愛があるのかとか ね、うん、まあ、ね、そこに愛はあるんか、あれちょっとどんな、あの愛はどうなんでしょうか。ちょっとあの愛ね、そうですよね。ね、本当そうだね。そう、今本当見極めがね、うん、難しいです。大事だし難しい時代ですよね、うん、試されてる気がしますよね、今 ね、人類が、うんうん、なんかそんな気がします、ね、なるほどね、うん、あのやっぱりいろいろあの旅が割と多いじゃないですか。多いですね。それでそのもう全国回ってね、はい、まあ、いろんなあの、まあ、九州、先ほどちょっと福岡、うんうん、のミキ君っていう人がいて、あのファックス読んだんですけど、まあ、いろいろ地方でこういろんな、僕も知り合いの後輩とかもいて、はいはい、福岡にいてね、いつもねメールくださいます、ね、だからなんかあのそういうつながりがどん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 広がっていってすごくね、うん、あのいいなとは思いますけども、うん、いかがですかね、その今回特にコロナ禍っていうか、うんうん、まあそのちょっと割と ね、やっぱりね、相変わらずライブハウスの方とは、うん、ではいろいろね制限を設けたりとかありますけども、もう僕はね、あのやっぱりさっきの話じゃないけど、何がいいこと、自分にとってもそしてまあ家族とか周りの人にとってもね、うんうん、いいことか悪いことかっていうのはやっぱり個人個人で決めるところだと思うのね、うん、なるほどね、まあ、もちろん会社からはと言われてる人がいる、うんうん、大勢いるのもよく知ってるんですけど、うんうん、でも最終的にやっぱり僕個人の判断で自分のね、うんうん、大切な人生なんですから、それをね、単にね人がこう言ったからといってそれを全て従って、うんうん、その中でいるよりはやっぱり僕は自分が正しい、自分がね、うん、あの自分の人生悔いを残さないためにもね、うん、だからそういう生き方だと思うので、だから僕は自分の判断の中でいろいろ決めて、うん、去年の夏ぐらいからやっぱりまあ少しずつですけど、うん、今はもうほぼ普段と前ね、うん、以前と変わらないペースでやってますし、はいはいはい、やっぱり見に来られる方も自分の判断で、うんうん、ね、そこはね、あの、うん、うん、ちゃんと考えてこられるんで、うん、でもだからいつも言うんですけどね、そんなこういう大変なとかいろいろプレッシャーも感じるね、うん、状況の中で見てく、うん、見に来てくださる方、本当感謝ですね、うん、だからもう本当そこはね、うん、もうちゃんと恩返しもしなきゃとか常に思ってますし、うん、ね、うん、もうそこはもう絶対崩さず、まあこういうことがなくても当たり前のようにベストを尽くしますしね、うん、もう皆さんにニコニコでハッピーで帰ってもらう、そんなライブやろうと、ね、常に心がけてますけど ね、うん、あのあなんかバンドでやっぱやられる部分とやっぱソロでこう、まあそのうんうんね、やられる部分があるじゃないですか、はい、でもこういう形でもライブはやっぱり
やってらっしゃるんでしょ、うん、あの一人で、ね、一人で、ね、一人で例えば今のようにオケを使って前半はアコギで、ねうん、歌いまくって後半は今のようにインストでやって、なるほどね、その活動が今のところメインですね、一番多いですね、むしろ動きやすいっていうかね、そうですね、うん、そういうのもありますしね、うん、動きやすいで、例えばこの間もちょっとあの声が出なくなって、うんうん、そうしたらえいってじゃあ今日はインストでやります、全部インストできたりとか、だからその辺が一人で、ね、できますもんね、うんうん、すごくいいとこですね、だから、うん、あるところではね、うん、僕のことを知らないお客さんが4分の3いる会場がありまして、まあちょっとところなんでこんなちょっとしたホールっぽいところでできるんだろうと思ったら、うん、やっぱり、ねうん、その主催の人がもういろんな友達といろんなね、うんうんうん、人に付き合いであれで声をかけて、うんはいはい、いざ開けてみたらなんか反応薄いなと思ったらで試しに聞いてみたんですよ、こんなあの僕のこと知ってるとかライブ見たことありますかって言ったら本当3分の1、4分の1くらいしかいない、あ、わかりました、じゃあちょっとあのやり方変えますとか言って、なるほど、だから一気にその前半の3曲目ぐらいから例えばよ皆さんがよく知ってる曲とかね、昭和歌謡も含めたそんな曲をパーってやって、はいはいはい、してだん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 打ち解けて、はいはいはい、もうアコースティック終わる頃にもうみんな大拍手で、その後のエレキ知らない曲でももうそっちはそっちですごく盛り上がったりとか、なるほどね、だそういうね自由が効くってのは一人の特権なとこはありますね、なるほどね、うん、でもねまあもちろんバンドはバンドの素晴らしさがあって、はいはい、あの実は今年がバウアウのデビュー、要はまあ僕のデビューと重なるんですけど、はい、45周年も45周年です、イエーイ、それもこの12月ですよ、もうジャストな感じです、あれ12月16日じゃなかったっけ、本当ですか、そうですか、今日何日、昨日あ、じゃあもう本当そんな感じですね、なんかそレコードデビュー45周年イエーイ、おめでとうございます、バウアウ45周年ですよ、ね、だ今年ね9月にね、うん、恵比寿のガーデンホールっていうところでね、はい、あの45周年ライブやりまして、はいはい、だからそれまでやっぱりちょっと皆さんファンの方もね、うん、自粛してた人もライブずっと行ってないんですよ、うん、1年半ぐらいとかっていう人も、うん、ちょっとせっかくなんでっていうところでそこでまた皆さん集まってくださって、うんうん、僕も嬉しいしファンの人たち同士の同窓会じゃないですけども ね、なるほどね、そんなこともあったりとかそういうね、光景を見たり聞いたりすると、うん、またそれで温かい気持ちになるしね、うんうんうん、だからまあバウアーハードロックバンドとしてそうやってデビューしまして、うん、まあ最初は例えばね、グラビアなんかもちょっと睨んでくれっていうのあったでしょ昔はね、うんうん、昔ねヘラヘラしないでってもう写真写るときはね睨んで笑う、絶対ヘラヘラ笑うなみたいなね、京二さんすごい怖い人だと思ってましたってもうねメールだらけだったんですけども ね、 ね、でもだからもう今やねもうそうやってねもういろんな、まあ、時がいろんなことも包み込むし、はい、またこうやってねハードロック、まあ、バウアーも45年もやってるといろんなこと僕らもだしあのファンの人だし音楽もかな、なんかそのある意味丸みを帯びてきて、うんうんうん、なんか本当、まあ、さっきの、 あの愛の話じゃないですけど本当なんか愛あるライブになって、うん、ハードロックっていうなんかちょっとパワーとかなんかエキサイティングってあるけど本当に温かさをすごく感じるライブができたのがやっぱり45年目にして、ね、それを感じられたのがすごく嬉しかったですね、なるほどね、はい、その幅ができるというかいろんな方がねあのと一緒にやられるじゃないですか、うん、はい、うん、そういう部分でやっぱりその懐がね、あ、ね、あ、さっきもなんか三味線、津軽三味線ですよね、そうですね、そういうことがすごくあると思いますよね、うん、だからね去年もそのオーケストラと初めてですよ、はいはい、でね、あの大阪のザ・シンフォニーホールという立派なホールでやらさせてもらって、はいはい、まあ僕はねある意味あのソロアルバムとか作るときオーケストレーションをするというか、まあ、もちろん自分でやってるんでシンセサイザーとか使ってるんですけども、はい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 、でもまさかそれが本物のオーケストラにでね、うん、オーケストレーションしてもらってちゃんと指揮者もいてやらせてもらうなんて本当夢のようでしたね、
でもね、それ1回だけじゃなくて、もしかして実はね、今年も8月にやる予定で、うん、あ、そうです、パンフレットまでできてたんですけど、またちょっと大阪の方がいろいろ変な盛り上がりを見せちゃったんで、うん、ね、ちょっと中止になって、だからもしかしてまた来年かなんかそんな機会がね、設けられたらと思ってます、うんうん、皆さん本当にね、あのお待ちね金だと思いますけどもですね、今日はあの名前、歌、うん、いや名前、演奏、演奏をやっぱりね、あの、はい、やった方がいいですか、やった方がいいですよ、わかりました、あの今これしばらくこういう制限があったんだけど、うん、この放送局の外にも流れてるんですか、あ、流れてます、ちゃんと聞けるの、前はね流れてなかったんですよね、ですよね、前回確かそうでしたよね、だからなんかスマホ持ち込んでそっちで聞きながらっていうのがありましたけどね、じゃあね、ちょっとクリスマスも近いですし、あ、はい、ちょっと一つ言わせてもらうと、はいはい、明日、はいはい、あ、ね、ブルームードですね、そうなんです、明日でも楽屋ですか、お互い、いや、ちょっと横須賀でねあるんで ね、 あの、ね、ぜひね、伺いたかったんですけども、いやいやいや、互いに頑張って、だからね、明日も今回クリスマスライブっていうのがね、明日ブルームードでやるでしょ、はいはいはい、で明日はね、ちょっと石黒明君というピアニストと2人でまたちょっと雰囲気を変えてやろうと思ってます、はいはいはい、あと24日、はい、クリスマスイブに本厚木、まあ、神奈川県ですけど、はいはいはい、本厚木のキャビンで、はい、だからクリスマスイブにまたちょっとライブやらさせてもらったりするんですね、はいはい、で、ね、で25日はさっきあの楽屋でしたけど、こっちはあの楽な道と書いて楽道、楽道、それはあの新潟県の三条の方なんですけどね、またクリスマスジャストに、だからそれはジャスト12月25日、そうなんだ、そうですか、三条市行かれるんですか、ね、今月3回なんかクリスマスライブと、ね、打ったものができる感じで、じゃあね、ちょっとクリスマスっぽくというか、アベマリアって曲ありますよね、あれを今回ちょっとバッハグのバージョン、いつもシューベルトバージョンでやったりするんですけども、はい、実はこれも、はい、今年出したソロアルバムにピアニストの沼光さんと2人でやってるものも入ってるんですけど、今回ちょっと僕のソロバージョンでちょっとお送りしますね、はい、じゃあアベマリア聴いてください、はい。
いかがですか皆さん、山本恭嗣さんも生演奏ですよね。もう素晴らしいですよね。素晴らしいです。うん、まあ来年に向けてっていうか、はい、なんか、うん、ありましょうか。そうですね、まあ、ライブ活動はまあ、まあ、ライブ活動はね、もう本当コンスタントにもうほぼ4月ぐらいまでは週末はほぼもう埋まっちゃってるぐらい でもね、まあ、1月はちょっとあの割とちょっと休みを入れてというのも、はい、なんかね、一昨年もそしてあじゃない去年も今年も1月のね正月休みぐらいから、うん、要は三が日行く前からもうお正月にちょっと飽きてきましてね、お酒飲んだり、はい、食べたりするのに、はい、そしたらね一気になんか創作意欲が湧いて、うん、で去年も1月からアルバムを作り始めて8月に出せたでしょ、うん、で今年も実はいつもそんなペースじゃないんですけど、うんうん、また1月の2日3日ぐらいからアルバム作り始めて8月に出して、もしかしてまた来年の1月も1月から創作活動入るかもしれないですね。なるほど ねだからちょっとレコーディングのこともね、あの、うん、あの考えつつ、うんうん、まあね残された時間って言っちゃうちょっとあれですけども、うんうん、やっぱり本当有意義にライブも、はいはい、そして作品をね、はい、残すっていうこともちゃんと考えつつ、ね、まあさこれもさっき言いました悔いなくね、うんうん、音楽的にも、うんうん、そして自分のもう本当プライベートな人生的にも悔いのないようにね、うんうん、これからも生きていきたいなという、なるほどね、うん、そんな感じです。素敵ですよね、うんうん、ね、きっちりしてて、きっちりきっちりしてて、いい加減です。まだまだ、いやもうそんなことないですよ、吉郎先輩は。いやいやいや、あの本当にね、あの、まあ、お会いするたんびに僕はなんていうかな、こうやっぱ俺テクニック的に優れた人たちって結構いっぱいいると思うんですけど、うん、もう僕ら叶いません。なんていうか、やっぱり人間的にね尊敬できる人っていうのはやっぱり偉大なミュージシャンだと思う。そうです。まあ、教授兄さん見てるとね、教授兄さんまた兄さんっていう、あの優しい、うん、優しい、会うたびに思いますよね、うん、ただあのあんまり 無理なくね、あの、はい、たまにはこうゆっくりしていただきたいと思いますよね、うん、まあでも楽しくこうライブをやったりとか、うん、あのね、楽しいことをやっぱりやっていくっていうのが、ね、一番健康にいいかもしれないですね。まあそうさっきあのなんか健康の秘訣とかなんか言ってましたけど、はいはいはい、本当ね僕はやっぱりストレスなく生きるってもすごく大事なところで、やっぱり僕ライブをやってたりとかね、ファンの人なんかとお話をしてたりとか、そういう時間っていうのが本当僕にとっての救いになっていて、大きな救いになってて、だからそれを続けてられればなんかこのままもう100歳ライブも夢じゃないみたいな、そんな感じでいるんですけど、もうあっという間のね1時間でしたよ。お話で終わっちゃうみたいな感じで、でもあのいかがですかファンの方ね、ね、あの今日2曲で感じましたけども、ね、いつも1曲ねこうやってやるがちょっと今日はサービスで2曲なんてね、ということでね、はい、本当にあっという間の1時間でした。今日は山本恭嗣さんでしたけどもですね、はい、またぜひあのね、うん、あの、はい、今度はまあちょっと早めにもっと早めに今回のねちょっと学びましたから、今日は特にね、特に今日は雨もね、雨もあれだし、ね、なんか混んでましたよ ね混んでました。本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲスト山本恭嗣さんでした。ありがとうございました。お相手は、はい、松下俊美、金尾義郎でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また See you next time。思い出が流れる春には菜の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見た
しい。あの人は